はい、エテポンゲです。最近ちょっとこれ被ってるのはちょっといろいろ個人情報保護法のやつです。これはで、まあこれはいいんだけど、このダイエーに仕事帰りに最近ずっと行ってて、仕事帰りに行ってるんですけど、毎日仕事終わりにこれを買ってるんですよ。この森羅万象チョコレートのやつ、もうな、別に森羅万象のこのな、あのね、欲しいとかじゃなくて、ただ単になんか面白いから買ってるんですけど、でこれ今これがやってまして、この森羅万象チョコレートで、これに書いてるのがね、金の紋章キャンペーン、引き当てろ、裏面をチェックしろっていうやつ。何かというと、この紙が金色だった場合、レアカードがもらえるっていう、レアカード、別にこのカードが、森羅万象チョコレートのそのカードが別に興味ないけど、欲しいから買ってたんです。買ってて、で今日買ったら入ってたんだけど、入ってたんだけども、怒っています。なんと今日9月の6日に森羅万象チョコレートを買ったら、これが入ってたわけ。これが入ってた。で、注目してほしいのが、8月31日当日消し、まるふざけんなよ。どうしたらいい？どうしたらいいかな、これ。とりあえず一回送ってみようと思う。うん。送ってみようと思う。うん。もう終わってる場合はどうするんだ、これ。ふざけんなよ。マジで。マジでさ、ふざけんなよ。レアカード2枚欲しい。もらえって書いてある。